皆様こんばんは。 Hello everyone、 犬神マリアです。今回はフリーホラーゲームウオクイを遊んでみたいと思います。イラストが何枚か公開されてて、それがすっごくかっこよくて、ちょっと絵で惹かれて、あ、このゲームやりたいって決めちゃいました。ジャンルがホラーのノベルゲームっていうことぐらいしかちょっと情報がないんですけど、トップに魚が泳いでるし、ウオクイっていうぐらいですからね、魚がすごい巨大化して襲ってくるとか、そういうゲームかな。それでは遊んでみましょう。窓から強い日差しを感じる。朝起きたんですね。おはようございます。爽やかな朝だ。寝起きだというのに妙にすっきりと頭が冴えている。いつもは気だるさを感じながら布団の中で数分ミノムシの真似をするというのに、今日は昼前かのような爽快な気分だ。時計を見ると針は10時10分を指している。あの左上のやつかな。10時10分とはカタログに掲載される時計の写真によくある時間だ。彼はアナログ式が好きなんですね。長針と短針はそれぞれ幾度となく周回を繰り返すことで、俺たち使用者にその時刻を知らせてくれる。この主人公は男の子なんですね。ちょっと女の子かどうかすらもわからなくて、男の子だ。時計の番に示されるメーカーロゴが美しく映えるその時間は、俗に言うところの昼前でもある。あ、名前が出ました。赤坂のりむらくんかな。のりそん、のりむらくん。頭がすっきりしているわけだ。高校2年生なんですね。の夏となると部活に熱を入れる生徒や、早くも受験を見据えて塾に通うもの。しかし俺は趣味の釣りに明け暮れるか、ゲーム三昧の休日を過ごすのだ。高2の夏を過ごす男の子の話ですね。夏休みと呼ばれる高校生には自由度が高いこの時期は、お盆前であることから親も仕事で家にはおらず、さながら天国にいるようなものである。ハイスコアは更新したいな。ハイスコア、数日前からプレイしている携帯ゲームを手に取る。私もやってますよ、携帯ゲーム。実際にミニゲームをプレイしますか。お、プレイするの、遊べるのこれ。なんか、あ、魚が跳ねてる。何、なんか落ちてきたよ。キーを、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、キー、キー、キー。これ、数字か、数字、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、あ、ちょっと待って、こうか、オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと、あ、難しい。なんか私、リズム、7、5、1、リズムゲームとかも、ほとんど、やったことないんですけど、これ、これリズムなの？リズムに乗ってるの？ちょっと、ああ、9、3、5、8、はあ、よかった、ラスト終わっとれた。グレート48、グッド15、ミス25。これ111はどうなの、高いの低いの。低いよね。あー、びっくりした。うん、まあそこそこハマるゲームだ。これにハマってんのか。もうちょっといろいろあるだろう、ゲーム。腹が減った、空腹には勝てない。たとえどんなに面白いゲームをプレイ中であったとしても、飢えて死ぬことを避けるために人は食事をするものだ。あ、ご飯ですね。もちろん広い世界にはゲームに没頭するあまり餓死してしまう冗談のような人もいるが、そんなマイノリティのことまで考慮していては息が詰まる。俺は腹が減りゲームを中断する。それでいいではないか。あ、じゃあ休日に起きたのでご飯ということですね。あ、ご飯がない、自分で作らなければならない。彼はお料理ができるのかな。あ、すごい、幸い俺は食材を切ったり焼いたりということくらいは問題なくできる。いいですね、お料理男子。炊飯器をチェックすると米が保温されている。冷蔵庫にはボウルに入ったサラダとパックに詰められた鮭の切り身と豚バラ肉が入っている。すごい、全部下準備もできてるっていうこと。ブランチとしては多少ボリュームがあった方がいい。高2の男の子ですからね。しかし魚と肉のどちらをメインのおかずにするのか悩みどころだ。お、選択肢か。まあでも魚食いっていうぐらいですから、これは魚を食べればいいんじゃないかなね。インスタント味噌汁があるので、まずはケトルに水を入れてお湯を沸かせる。こうやって待ち時間が必要なことは先に済ませておくのが料理の基本なのだ。ましてケトルでお湯を沸かす行為など今まで何度もなくやってきた。スキップをしながらでも。この子面白いね。しかし鮭にしろ肉にしろ、こちらは焼くという調理が必要だ。これにはあまり慣れていない。鮭であればグリルを使うが、肉であればフライパンで焼く。俺にはその程度の知識しかない。まあでも自由にやればいいんじゃない。鮭はなぜグリルで焼くのか、その理由すら知らないのだ。
いぶすことで味が凝縮するからじゃないのかな。鮭をフライパンで焼いたらどうなるのだろうか。そういう料理もありますけどね。どうなるんだろう。ん？もう食べるのは肉でも魚でもどちらでもいい。俺は鮭をフライパンで焼くという行為そのものに興味を持ってしまった。なんかお料理のゲームみたいな。鮭を焼こう。フライパンを軽く熱し薄く油を引く。パックから取り出した塩鮭をフライパンに置き焼いていく。火を弱火にして味噌汁を作る。俺は猫舌なので熱々のお湯を注いですぐの味噌汁には口をつけられない。熱々いいけどね、美味しいよ。食べるまでに時間を置くことが肝要なのだ。頃合いかな。鮭の皮に焼き色がつきほんのりといい香りがしたところで裏面を焼くことにする。あ、ん？どうした？菜箸で鮭をひっくり返そうとしたところでフライパンに鮭の身がこびりついていることに気がついた。クッキングシートは、クッキングシート。鮭は見事に焼けていない部分だけが剥がれて菜箸によって反転させられてしまう。はあ、フライパンにくっついた部分はほぼ底面と同化し、こそぎ落とさなければ皿への救出は不可能だろう。くっ、グリルで焼く理由はこれだったか。おーのー、クッキングシートを使えば綺麗に美味しく焼けるよ。フライパンの中は惨劇となってしまったが、後の祭りである。仕方がないので急遽油と、あ、賢い、生魚を入れてスクランブルしながら焼き進め、ほぐし入り卵、美味しいね。焼くだけならできるという料理レベルが明るみになっただけだったな。いいよいいよ、一人なんだから。お、選択肢、食事も済んだし街に行くか。しかしさっきのゲームは高得点だったら高得点じゃなかったと思うんですよね。さて、食事も済んだし街にでも行くか。またゲームをするのもいいが、天気もいいし気分もいい。外にで遊びに出かけるというのも悪くはない。とはいえ外で何をするのかというと特に思いつくことはない。目的もなく外を歩くのは時間の無駄にしているように思える。そうかな。だが部屋でゲームをするよりかは得られる情報も多いだろう。うんうん、そうだな。新しい釣り用の仕掛けでも買いに行くか。釣りが本当に好きなんだね。先日釣りに出た際に根がかりで、何これ、仕掛けがなくなってしまったことを思い出す。定物用かな。魚を取れず仕掛けだけなくした大失態だ。予備の重りも買っておきたい。そうと決まれば早速出かけよう。じゃあ釣り具屋さんですね。食器類や洗い物を片付け、ズボンを履き替えてレッツゴー。あ、夏ですからね、暑いんじゃない。日差しが照りつける。室内の明るさとは違う熱量を感じる光を浴び、駅前へと向かう。アスファルトから立ち上る熱気と肌が焼けていく感覚が心地よい。今外寒いからね、やっぱり夏はこうでないとな。あの暑さがちょっと懐かしいよね。セミの鳴く声を聞きながら町へと向かう。ここは小さい港町で、何かをしようと思うと中心街へ行かなければならない。市街地と港湾部、林と小高い山がこの町のすべてだ。人口も多くはなく、町にある高校は一つしかないため、町で会う同世代は皆顔見知りである。なんかデートとかちょっと難しそうだね、みんなにバレちゃう。休みの日に遊ぶ場所といえば、駅前か駅近くの商店街しかない。その他で遊ぶとなると釣りかハイキングぐらいしかできないのだ。あ、自然がいっぱいでいいじゃん。山には何かの通信塔があるだけなので、よほど山が好きでない限りは海で遊ぶことになる。俺も山より海派なので釣りが趣味なのだが、クラスメートの中にはサイクリングが趣味という亡者もいる。一体何が楽しいのかわからないが、趣味というものは他者には理解されないものだ。幸い俺には釣り仲間というべき親友がいるので、釣り場や仕掛けを教え合っては釣り談義に花を咲かせている。趣味友がいるっていいですね。しかも今夏休みだし、今からじゃあ釣りに一緒に行くのかな。町に行ってたのかな。そうこうしている間に駅前に着いた。ここから少し港の方に歩いていくと目当ての釣り道具屋があると。そこで駅前の一角にクラスメートを見つけた。あ、かわいい。やあ瀬川さん、かわいい。どっちが瀬川さん。ツインテールとサラサラストレートの美少女ですね。両方、あ、ほくろもある。両方美少女。あ、ツインテールがいいかな。どっちも可愛いですね。クラスメートの瀬川蓮さんだ。恋愛の蓮かな？恋ちゃんかな？恋ちゃんにしようか。どうやら妹さんと何か、買い物か何かをしているらしい。どっちが恋ちゃんかな？こっちか。左が恋ちゃんですね。あ、赤松くん、こんにちは。可愛い。あゆちゃんか、右が。
こんにちは、2人で買い物。瀬川さんはクラスではおとなしく温厚なタイプで読書家だ。ぽいぽい、かわいい。なかなかの美人ではあるのだが、残念ながら俺とは親密というわけではなく、ただのクラスメートでしかない。ええ、そうなんだけど。瀬川さんはいつも落ち着いている印象だが、今日はなんだかそわそわしている。昨日、あら、財布をなくしたみたいで妹のアユと探しているのよ。なんか魚の名前っぽいね、アユちゃん。財布なくしちゃったのか、それはショックだよね。どうやら彼女は財布をなくしてしまったらしい。定期とかね、入ってないといいんだけど。そっか、大変だね。なくした場所の心当たりとかあるのかな。母の誕生日プレゼントの下見をしてたから結構入ってたんだけど、困ったわ。あ、めっちゃ優しいお母さんにプレゼント。黄色い長財布なんだけど、もし見つけたら教えてね。黄色、風水ではあの金運アップですね。不幸なことに大金だったようだ。昨日落としたのならなかなか見つかるものでもなさそうだが、なんでやね。何も言うまい。交番には行ったのかな。あ、見つけたら電話するよ。親密じゃないのに電話番号は知ってるんだ。ごめんね、ありがとう。かわいい恋ちゃん。これを機に仲良くなれるんじゃない、もしかして見つけて。そういうのではないのかな。あ、交番に今から行くんですね。学校では挨拶ぐらいでほとんど話をしたことはないが、あれだけ会話をしたってことはそれだけ追い詰められているのだろう。気の毒だが、あまり力にはなれないみたいだ。一緒に探すよとか言ったらさ、恋愛フラグが上がるんじゃないのこれ。しかし瀬川さんの妹の愛ちゃん、可愛いな。あー、可愛かった。ツインテールいいね。ああいう子が彼女だとものすごく嬉しいのだがどうだろうね、どうだろう。挨拶もしてくれなかったから結構好感度低いと思うけどね。今現実逃避は予想俺はあんなに可愛い子の彼氏になれるかというと無理な気がする。うん、少なくとも鮭の焼き方くらいは知っている必要があるのではないだろうか。あ、意外にでも彼女の方がね、お料理上手だったら教えてあげるよとか、もしくは死にそうな目に遭っているのを助けることくらいのことがなければ無理だろう。これこそがフラグじゃない。もしかしてこれ、このあの子と付き合えるんじゃない、このゲーム。魚の怪物に襲われて、待ってろ、俺が今行くよみたいなさ。さて、そうこうしているうちに目的の店に着いたようだ。釣り具屋さんですね。漁具店だ。いつも来てるところかな。釣り具というより地元の漁師が買いに来るような本格的な仕掛けや道具が豊富に並んでいる有料店だ。入り口のガラス扉にはここの客だか店員だか知らないが、誰かが釣ったでかいヒラメの魚卓が貼ってある。俺もいつか何か大物を釣ってここに魚卓を貼りたいなと思う。すっごいでっかいやつやったらいけんじゃない、カツオとかさ。魚卓のヒラメを眺めていると扉が開いて中から人が出てきた。お友達かな。あ、それも見知った顔だ。デンジャーって書いてあるよ。ウィーす。めっちゃ軽い人が来たよ。あ、カツオじゃないあれ。カツオだ。なんだカツオか。釣り友であり親友の海のカツオである。サザエさんみたい。カツオね。なんだとは。最高の挨拶を。センキュー。あはん。ちょっと相変わらずテンションの高さだ。なんだなんだ、こんな時間に一人で買い物か。いや、昨日の夕方に釣りに行ったんだけどさ、大量すぎて仕掛けも傷んでな、買い足しに来た。あ、仕掛けって傷んだりするんですね。マジか、やるじゃん。こっちは坊主で重りを買いに来たというのに、なんとも羨ましい話である。のりむらの方は調子どうよ。本当にのりむらかなこれ。残念ながら絶不調だよ。昨日は何時頃に釣れたんだ。釣りというのは昨日釣れたからといって今日釣れるとも限らないが、場所や時間で取れたという実績はそのままデータとなる。昨日はな、あ、ちょい待ち、なんだなんだ。カツオが口ごもったと思うと店から人が飛び出してきた。あ、かわいい。はあ、もう出るなら出るって声かけてよね。めっちゃかわいい。こっちもお嬢様っぽいよね。鈴木さよりちゃん、魚の名前ですね。さよりちゃん、なんか春を思わせるような服の色ですね。エメラルドグリーンというか、確か春の魚じゃない、さより。肩で息をしながら、おそらく一緒に店に付き合っていたのに先に出られたのだろう、抗議している。でも可愛いよ。ん、ああ、すまぬでござるよ、言ってなかったっけか。聞いてないわよ。一人でマームに話しかける変な人になっちゃったじゃない。釣り具の名前を知ってるから彼女も釣りをするんじゃないかな。
ごめんごめん。ここまで目の前で2人の世界に入られると声をかけていいものか迷ってしまう。そう、親友であるカツオはさゆりと付き合っているのだ。爆発しろ。あ、のりむらくん、こんにちは。のりむらくんも買い物？こんなお嬢様みたいな人が、こんな金髪と。あ、そうだよ、おもりを買い足そうと思って。おもりか、鉛もただじゃないもんな。鉛は高いものではないとはいえ消耗品なので地味に出費がかさむ。魚が釣れるのであれば投資として気になることはないが、釣れないでいて消費してしまうと無駄に思えてならない。鉛なのに消耗品なんだ。削れていくの、色が変わっちゃうのかな。釣りわかんないんですよね。それより大量のポイントと時間を聞かせてくれよ。昨日の話だね。お、そうだったな。危うくさゆりと二人の空間に閉じこもられるところだったが、釣り人として情報だけは得ておきたい。昨日の夕方17時頃だったかな。まだ日は高かったんだけどさ。あ、一緒に行ったんだ。そうなのよ、カツオったら釣れるからって18時前に私を呼ぶんだよ。信じられる？着いたら運ぶの手伝えって何様よね。結構か弱い感じがするけどね、細い腕の。カツオとサヨリは仲がいいのだが、良すぎるためにお互い明け透けに何でも言い合っている。たちの悪いことにカツオはサヨリの優しさに甘えて若干面倒なお願いも頻繁にしているのだ。しかしサヨリもサヨリでまんざらでもないようで、つまりはお似合いの二人なのだ。カツオがとぼけてサヨリがいさめる、そんな鉄板のパターンをずっと繰り返している。おう、17時頃か。場所はどのあたり？そう、今回は宮下のあたりだな。岩礁がある場所があるだろ、あの辺さ。宮下か。小高い山の下一帯の地域だ。山には神社があるわけではないが、なぜか麓の一帯は宮下という地名になっている。お宮の下ってことか。今日の夕方行ってみろよ。潮は17時半頃になれば良くなるだろう。そうだな、ちょうど仕掛けも買うし行ってみるよ。ここ最近の釣果は寂しいものがあるので、ここはなんとかいい結果を残したい。じゃあ今から宮下に行くんですね。カツオの実績があり、昨日と条件はそう変わらないだろうから期待はできる。なんか天気とかでもだいぶ変わりそうな感じがするけどね。のりむらくんも釣りに行くの？ほんといつも釣りばかりよね。勉強はしてるの？はて、勉強とな。おいおい、俺らまだ2年生だぞ。大学受験をするにしても来年からで十分さ。何言ってるの、もう進学組はみんな始めてるわよ。さゆりちゃんはしてそうですね、お勉強ちゃんと。ペシッとさゆりはカツオの腕をはたきながら言うと、カツオは大げさに痛がった。なんかいいカップルに見えるな、この二人。いてよ、暴力反対。本当に仲のいい二人だ。え、マジでもうみんな始めてる感じなのか。まだまだ時間はあると思っているのだが、自分とカツオだけが取り残されているのであれば焦るというものだ。そりゃそうでしょう。この夏にしっかり勉強しないと差が出るって教材のダイレクトメールでも言ってるわよ。赤ペン先生かな。今はもっと他のやつがあるのかな。そんなの気にすんなっての。さっき会った伊藤もやたら羽振りよく遊んでたっしょ。伊藤くんっていうのもいるんですね。ま、確かに珍しくはしゃいでたけど、女の子だった、ごめん。美咲ちゃんもクラスメイトの女子だ。バレー部で元気そうにしているが、いつもお金には困っている印象が強い。美咲ちゃんだろ、まだみんな遊んでる時期なんだよ。平気平気。とにかくカツオは成績良くないんだから少しは勉強もしなさいよね。カツオに言われている言葉ではあるが、俺の耳も痛いのはなぜだろうか。まあいい、今日は何も考えずに釣りに行くことは変わらないのだ。夏休みだしいいんじゃないかな。勉強のことなど後で考えればよい。分かった分かったよ。おそらく何も分かっていないであろうカツオを横目に、風向きが悪くなってきていることを感じて店に入ろうと動く。じゃあ俺そろそろ買い物するわ、またな。あああーっていう顔してるんじゃない。逃げるなといった表情のカツオを横目に通り過ぎようとするが、あえなくカツオに腕をつかまれてしまう。なあ、明日は夏祭り。あ、いいですね。俺らは朝から駅前で遊んでるから暇ならのりむらも来いよな。いいですね、花火とか。そうだね、のりむらも。のりむらくんも朝から一緒に遊ぼうよ。ほらカツオ、明日は遊ぶんだから今日はこれから勉強よ。めちゃくちゃ可愛いね、このさゆりちゃん。あ、行けたら行くよ。俺は無難に返事をしつつ、危険な話題を避けつつ店内に避難を開始する。
じゃあなと言いつつ振り返ると死んだ魚のような目をしたカツオが見えたが、気にしないことにする。なんかちゃんと勉強のことも叱ってくれるし、めちゃくちゃいい彼女だね。こういうことね、付き合えたら最高の。竿よし、バケツよし、クーラーボックスよし、仕掛けセット完了、いざ投入。最高の夏が遅れそうな感じがする。しかしカツオに教わったこの場所だが、なかなかの穴場だ。宮下に釣りに来ました。道路からすぐの場所で降りやすく、西日をちょうど木が遮り、眩しくも暑くもなく、いい塩梅となっている。それだけでなく、入り江になっている場所に岩礁が部分的に平らになっているのだ。足場もいいし、荷物も置くことができるし、最高の釣り場じゃないか。あ、いいですね、釣り場スポットですね。これでたくさん釣れれば本当に最高なんだけどな。お、お、どうしたどうした。手元に振動が伝わる。同時に合わせを行い糸を引く。慣れた動作だ。考えずとも魚を引き上げる。なかなかいい方のカサゴだ。カサゴってちょっとちっちゃいやつじゃなかったかな。火星が上がっている証拠。今頑張って釣りまくるしかない。あ、じゃあ今来てるよ、今ガンガン釣れるよっていうところかな。大量いけるんじゃないですか。じゃあね、昨日はダメだったみたいだけど。あ、もう夜になった。ふう、やっと落ち着いてきたか。最初のカサゴを皮切りに、アジやメジンナなど魚を釣り上げ、クーラーボックスがいっぱいになってきたところで食いがやんだ。すごい、あたりも暗くなってしまった。そんなに釣れるの。しかし大量だな。もう一頭だけして今日は切り上げるか。ここ最近の不調も何のそのといった大量祭りだ。血抜きして水氷につけてはいるが、帰りの方が心配で、あ、車がないんだね。重くて死んでしまうかもしれない。自転車はあるのかな。自転車に乗せてさ、お、かかったかな。最後の一匹だ。でかいの来るんじゃない。そこまで、あ、でかくなかった。大きくはない。ん、なんか変わった魚影だな。何の魚かはわからないが、とにかく釣り上げるとしよう。何が釣れるんでしょうか。海面で数秒暴れたが、無事にごぼう抜きにする。ごぼう？いてー、どうした、しまった。なんだ、手元に引き上げた時に魚が暴れて腕を噛まれてしまった。怖い怖い、ゾンビ魚みたいな、違うか。あ、よくあるのかな。なんかよくわからない魚だったが、腕を振り払ったと同時に針が外れたらしい。海に逃げられてしまった。くそ、最後についてないな。あ、ってことはたまにあることなのかな、そういうの。一体何の魚に噛まれてしまったのか、本当に魚だったのか。今回はこの辺にしておきます。ご視聴くださりありがとうございました。続きの次の動画でお会いいたしましょう。